えーと皆さんこんにちは、えー、情報科学芸術大学院大学、えー、とイヤマスの、えー、と小林と申します今日はですね岐阜、えー、イノベーション工房2021成果報告会にご参加いただきまして、えー、ありがとうございました、えー、最初にですね私から、えー、と説明をさせていただきたいというふうに 思います、えー、と本日の、えー、とプログラムなんですけど大きく3つに、えー、と分かれておりまして最初の部分はですねギフ、えー、イノベーション号2021こちらの活動に関して、まあ、簡単にご報告をした後ですね、まあ、参加者による発表があります。まあ、ここが、えー、とメインのパートになるんですけれども、まあ、今年度の参加者が、えー、と4チームそして、えー、と前年度までの参加者が4チームの、えー、発表があります。 そして続けて最後に、えー、とまとめと、えー、次年度2022年度の予定についての、えー、とお話をさせていただいて、まあ、終わるということで、まあ、全体で,です、ねえー、と2時間を予定しております。はい では早速、えー、と第1部ですね2021年度の活動に関する報告なんですけれども、まあ、そもそもですね、このギフイノベーション工房っていうのは一体何なのかというとですね、まあ、これは、えー、参加した人々というのがこのイノベーション創出に有効であるとされる手法というのを、えー、と学んで、えー、それを自分たちのところで、まあ、実践してでその実践からの学びというのを、えー、と共有すると、まあ、それを通じてですね、このイノベーション創出に挑戦するための風土これをギフ県内に醸成しようという目的で 開催しているものになります。 でまあ、ここでですねイノベーションっていう言葉は多分今も、えー、毎日のようにいろんなメディアで目にする言葉だと思います。もしかすると何、えー、て言うのかな最近出てきた流行語みたいに思ってらっしゃる方もいるかもしれないですけど、まあ、そういうわけではなくてですねこのイノベーションというのは、まあ、その考え方自体は100年くらい前に、えー、提案されたもので、まあ、その後ですねそれにみんなが着目して、まあ、だんだんとその考え方とかやり方とかを更新して現在に至るものになっています。 で具体的にどういうことかというとです、ねまあ、大きく2つから構成されるというのが最近のです、ね、国際的な了解になっているわけなんですけど1つ目はプロダクトイノベーションというものになりますでこのプロダクトというもの,の中には製品とサービスこれら2つが含まれるんですけどその組織の以前のものとは大きく異なる新しいプロダクトこれを市場に導入するとこれがプロダクトイノベーションです。 でもう一つが。 えー、あるんですけれども、まあ、このプロダクトイノベーションはですね、まあ、組織にとって初めてのものそしてえ市場にとっても初めてなもの、まあ、で後者の方は結構レアなんですけれども、まあ、この2つからえさらに分かれるということですねそしてもう1つがえとビジネスプロセスイノベーションというものでしてこれはえその組織の以前のものとはまあ大きく異なるまあ新しい事業プロセスをえ組織内に導入するということですでこれ2つともですね市場に導入組織内に導入っていうふうになってるんです けれども何かこう思いついたっていう段階でイノベーションにはならず実際にそれが導入されて初めてイノベーションになるとでそこに向けて行っていく活動をイノベーション活動というふうに区別しています。 岐阜イノベーション工房の中では、まあ、最初にですねこうシンポジウムを開催して皆さんに参加を呼びかけこの演習プログラムっていうところでですね実際こちらが、えー、と提供したテーマで、えー、取り組んでいただいて、まあ、そこからのこう学びを生かして、えー、実習プログラムこれはそれぞれの組織における実際の課題にですね取り組んでいただいて、えー、まあ最後ですねその1年間の成果というのをまあ報告していただくというのが、えー、今日成果報告会になります。 でまあ、その条件としましては、まあ、県内の企業等っていうのが一つあるんですけれども、まあ、それ以外のですね結構厳しい条件として、まあ、全プログラムにまあ一貫して3名以上のチームで参加してくださいっていうのがありでまたですねこのチームのメンバーがそこに集中してこう取り組めるように、まあ、組織とか時間とか資金などをまあ準備してくださいということをえお願いしています。 でこれはです、ね、特にあのそんなにひ大きくない企業の場合には大変な条件であるということは、えー、承知しているんですけれども、まあ、効果的に進めていくために必要なものとして設定しておりまして、まあ、これまで,です、ね、2018、2019、2020というふうに行ってきて、まあ、これらのです、ね、企業の方が参加されています。で今日の前半ではです、ね、2021年度に参加された、まあ、ここのです、ねえー、と4つのチームの方々が発表されます。 で、この中で一体何を学んでいくのかというとですね、まあ、大きく3つありまして、まあ、最初はこうイノベーションの機会を見つけるというところでそしてその機会にですね、こう応答してまあアイデアを出して、まあ、それをこう十分に発散させた上えでまあ修練させると。 でその上でさらにそれが本当にこう価値を生むのか価値を感じてもらえそうなのかっていうことを確かめ、まあ、大抵は間違ってるんでそこから学んで発展させると、まあ、そうした、えー、と手法の、えー、一連のものをですね学んでいただくようになっています、まあ、それが、えー、この演習プログラムというとこなんですけど、まあ、具体的にですね今年度どういうふうに進めてきたかというのを、えー、ご覧いただきたいと思います。まず最初はです、ねえー、と自分たちににとってて、えー、身近なこう現場に出かけて、えー、フィーールドワークの中で で,、ま、ず観,察をしますで観察をする中で、えー、人々のです、ね、行動をつぶさに、えー、観察しそれを、まあ、記録します。 でそうした記録をなんかたくさん集めた上でそれをもとにですねまあ、分析をしてそれを記述をしていくということをしていきます。でこういうふうにすることによって一見するとですねなんかこうすでに毎日馴染んだなんてことはない日常の中にまあ、いろんな可能性とかですねあるいはこう課題というものが、まあ、見えてくるというのがあります。でそんな中で自分たちの組織だったら例えばこういうところにチャレンジできるかなというですねそういう,こう課題ですね、まあ、デザインチャレンジっていうふうに呼んでるんですけどそれを自分 自分たちで決めでこういう人たちのこういう場面だったらあこういうアイデアがあるんじゃないのかなっていうのをこう頭に思い浮かべたものを、まあ、紙とペンでですねこうスケッチとして描くと、まあ、こうすることによって、えー、その人々の間でですねこのアイデアを共有しながら発展させるということができます。 でそうしたものができましたら次はこうプロトタイプに進んでいくんですけれども、まあ、このある場面で,です、ね、どんなことが起きるのかなというのをこう一連のものを考えたう、まあ、そで皆さんが作ろうとしているプロダクト、まあ、製品とかサービスと人々とのです、ね、こう接点になるところだけを、えー、まあたかも本物であるかのように見えるものをまあ短時間で作り上げると、まあ、これがプロトタイピングというプロセスになります。 でそのプロトタイピングに、えー、と続けて行うのが、えー、バリデーションっていうんですけど多分これは耳なじみがない方が多いと思うので、えー、ちょっとだけ説明します。 でこれはですねえー、と ISO の56002というですねそのまあイノベーションをマネジメントするシステムこれをまあ標準化しようっていうのが今国際的に進んでるんですがその中に出てくる説明なんですけど、まあ、最初にこう機械を見いだして、えー、その後コンセプトを想像したらコンセプト確認しようっていうのが出てくるんですねここで「バリデイトっていう言葉が出てきます。 でこのバリデートとよく似た言葉にベリフィケーションというのがありましてこれはまあ日本語だと検証という風に言われるんですけど、まあ、これがどう違うかというとですねこの検証で確認することって、まあ、私たちはプロダクトを正しく作っているだろうかということになります。まあ、ですので例えばこう法令だったりとかあるいは業界のスタンダードとか、まあ、あるいは社内の基準とかですねそうしたものに沿って、えー、作ってるかということなんですが、まあ、これにはちょっと落とし穴があります。とというののは最初のですね、まあ、要件とか要求の 定義が間違ってると間違ったものが正しく作れてしまうということが起きるわけなんですねど、まあ、結果として何の価値も生まないので、えー、まあお金にもならないし、まあ、世の中から見ると例えばゴミみたいなものを作ることになってしまうということがありじゃあどうすればいいのかというと、えー、自分たちが問うべきことは、えー、特にこれ新しいことをやる場合ですね、まあ、私たちは正しいプロダクトを作っているだろうかということを問う必要が ありますこの場合の正しいというのは、まあ、顧客だったり、まあ、あるいは、えー、最終利用者の人々が価値を感じるかどうか、まあ、これが全てになるわけなんですけどこれを確認しようと。でそのためにですね、まあ、本物であるかのように、えー、と見えるこのプロトタイプというのを作り、まあ、最終利用者とかですね顧客に近い人々に参加してもらって、まあ、その本物の感想を聞き出すと。 でまあ、そうするとですね、えーとまあ、想定通りっていうことは実はあまりなくて、まあ、大体ですね思ってたのと違うところが評価されたり、えー、と思ってたのと、えー、違うところに難しさが見つかったりとかですね、えー、そういうことが分かってくるわけですでそうしたことをなんか学んで、えー、とまたやり方をえ変えていくことによって、まあ、より正しい答えに近づいていくことができると、まあ、こうしたことをですね、えー、一連のことプロセスとしてやっていくんですが、まあ、最後にえ行っていくこの重要なプロセスのことをまあバリデーションと といった一連のものを、えー、と演習プログラムの中で、まあ、体験して学んでいただいた上で、えー、その学びを生かしてですねそれぞれの組織で、まあ、実際に、えー、可能性とかですね課題とかを見つけそれに取り組んできたという皆さんの、えー、発表が、えー、これから続いていきます。こ、えー、れが、えー、と第2部になりますのでここからはですね皆さんに、えー、お渡ししたいと思います。はい それでは一番最初はえっと AI アクティブの皆さんですねどうぞよろしくお願いいたします。えこれから私たち株式会社 AI アクティブの発表を始めますよろしくお願いします。えまず私たち AI アクティブについて簡単に紹介をさせていただきます。え設立は設立は二千十八年一月でして今年で五年目となります。 業務内容としては民間企業、公共自治体に向けた業務系アプリケーションを中心に IT ソフトウェアをオーダーメイド、IT ソフトウェアをオーダーメイドを基本として、えー、活動しています。<laughs> 特に生産管理、他店舗小売業システムなどは特異の得意分野として携わっています。またシステム開発だけではなく現行システムの分析や改善提案、IT サービスの紹介、 パソコンやプリンタなどのハード機器の導入提案などのシステム開発の準備段階からのご相談にも対応しています <coughs>。さらに本番稼働前に行う新システム稼働テスト、旧システムからのデータ移行、ユーザー教育などの稼働開始に向けての導入支援も行います。システム稼働後の不具合対応や問い合わせなどのアフターフォローにも対応いたします。 このように会社の雰囲気が写真で写してまして、画面上部の写真はですね、社内のメインオフィスです。20代ほどのデスクが並んでいます。この他にオフィス室、サーバールーム、会議室があります。画面下部の写真のように、緊急事態宣言期間中はテレワークを実施しまして、出社時と近い形で作業できるように工夫をしました。 次、課題と目的。我々は AI アクティブというソフトウェア開発企業であり、近年話題の IoT、AI についても積極的に技術を磨いていきたいと考えています。しかし、事務系のアプリケーション開発をしたいとしているため、まだ IoT、AI というジャンルは知識不足なところが多いというのが現実,な現実です。 そこで IoT、AI の知識をつけ、技術を取得し、事務系アプリケーションだけではなく、他のジャンルの開発を広げていくことを目的として、イノベーションをしていきたいとイノベーションをしていくにあたって、えー、まずは、えー、社,社内で業務をする中で課題になっていることについて、えー、調査をしました。 その結果、お客様の来客時の受付業務に課題があることが分かりました。現状、社内では受付業務を選任する人がおらず、社内の人が作業の手を止めて受付業務を行っております。受付業務の内容としては、お客様の人数に合わせてあらかじめスリッパを用意、お客様の対応をし、応接室等に案内をします。次ににお客様に検温消毒をしていただき 受付票を記入していただきます最後にお客様へのお茶出しをします簡単な作業には見えますが1日に何件も来客がある場合があるので多くの時間が取られもともとの作業への影響が大きいことが分かりましたそこで社内にあるペッパーを使い受付業務を行うことにしましたペッパーを弊社の 玄関に設置することを想定し、以下の機器を、えっと、顔認証システムやペッパーを介してのリモートで会話をすること、えー、内蔵カメラを使って監視や、えー、来客があれば担当者への通知を送るような機能を、えー、実装することを目標としました。そして、えー、こ,のこれらの機能を、えー、バリデーションの1回目で確認して、えー、他にあるといい機能を、えー、さらに取り入れていこうと。 目標を考えました。試作品に対しバリデーションを行いました。対象者は一四十代男性、二四十代男性、三二十代女性の三名に参加いただきました。表示している写真はバリデーション時の様子です。 バリデーションを行いポジティブな意見としては目線を合わせて話してくれるところがいい来客を待たせず対応してくれる体温を計測してくれるところがいい話のネタになるなどでした一方でネガティブな意見としてはモーションがない話す速さが遅い来客時に誰が案内してくれるのかが分かりづらい体温を計測時に温度を表示してほしい 担当者を待っている間の時間に時間を潰せる機能があるといい。お茶出しは人力でいいかも、などでした。以上のバリデーションで出たネガティブな意見に対し、以下のような改良を行いました。まず、モーションがないという意見に対しては、話に合わせてペッパーに動きをつけました。次に、話す速さが遅いという意見に対しては、一人の意見だけでは話すスピードを決めきれなかったため、 複数の人にに話すすススピピーードドかどうかを試しししてもらいい聞き取りやすいスピードに調節しました次にお茶出しは人力でいいかもという意見に対しては最初はお茶出しもペッパーにやらせる予定でいましたがペッパーに物を持たせることがとても困難であったため今回はお茶出しは人が行うことにしました次に試作品の紹介をするので動画をご覧ください。 まずは来客訪問時の様子です。 次に来客が変えられるときの様子です。 以上が試作品の動画となります、はい。次に今後の予定ですね、えー、今回ビジネスプロセスイノベーション活動として、ペッパーを活用した受付業務を考えました。えー、そこで得た技術を今後活用できるよう、IoT や他分野の技術を取得し、プロダクトイノベーションを目的とした活動に取り組んでいく予定でいます。はい、では最後に感想 参加者の感想です、ま、ず1人目です、ね。すまず人目ね。私たちの課題であった、えー、IoT、AI というジャンルに対し新しいことに挑戦することができ、えー、とてもいい経験となりました、えー、まだまだ以前の私たちのように IoT、AI というジャンルに対し知識不足な人たちがいると思いますそういった人たちにも少しでも興味を持ってもらえるように活動していきたいと思います次に2人目の感想です えー、このイノベーションを通してまず今まで使ったことがない新しいプログラミング言語を取り入れて開発したことでプログラミング開発のスキルを上げることができたと実感しましたまたバリデーションを通して実際に使っていただくユーザーから意見を聞きその意見をどう取り入れていくかといったシステム開発において欠かせない工程ができたことで実際にユーザー様が抱く理想をどのように実現するかという日々の業務に 役立つスキルも磨け,てはない磨けたのではないかと感じました。次に3人目の感想です。えー、今回の活動によって、普段目を,つけて目をつけていない部分に対しても興味を持ち、新たな考え方を学ぶことができて、とてもいい経験となりました。今後もこの活動を元に精進していきたいと思います。はい、以上で AI アクティブの発表を終わります。 ご清聴ありがとうございました。はい、い、え、あ、ー、ありがとうございました、えー、あれですねあ、このビジネスプロセスの、ね、こうイノベーション活動を通じて、まあ、自分たちのスキルもアップさせて今,度は今後は、ね、そのプロダクトのイノベーションにもつなげようということで、えー、非常にいいスタートになったのではないかというふうに、えー、思います。はい では、えー、続きましてですね次の、えー、発表に行きたいと思います次は、えー、株式会社今尾コーポレーションの皆さんですよろしくお願いしますそれでは今尾コーポレーションの発表させていただきます本日は成果報告会ということでギフイノベーション工房で学んだことを生かしたその後の活動について発表させていただきます本日の報告内容はこのようになっています 1>, 1、会社説明。2、岐阜イノベーション工房に参加した背景。3、取り組み内容。4、まとめと今後の予定の順で進めていきたいと思います。まず、弊社の会社説明の方を簡単にさせていただきます。弊社今尾コーポレーションでは、ハンドルやレバーなどの産業用機械の各種標準機械部品や、加工物を決められた位置に固定するためのクランプやストッパーなどの標準軸の製造、輸出入、 アルミ構造材の加工、実入などを行っています。これらの弊社で取り扱っている標準機械部品や標準ジグは製品数が多く、多品種少量生産で製品を製作しています。次に、ギフイノベーション工房に参加した背景について説明させていただきます。弊社では工場内の製造現場や組み立て現場での改善活動を活発に行っています。しかしか 現状、各部署内での改善活動であって、部署側をまたぐ大きな改善活動があまりできていませんでした。そこで今回、リフイノベーション工房に参加し、イノベーション創出の手法を新たに学び、さらなる発展を進めていきたいと考えています。そこで私たちのチームの位置づけとしては、岐阜イノベーション工房に参加し、従来の手法とは違ったイノベーション創出の考え方、過程を知り、業務へつなげること、 また学んだ手法と効果を社内に広めることを目的にイノベーション工房に取り組みました次に取り組み内容についてになります、まあ、私たちはまず組み立て現場に着目して活動を開始しフィードバックから始めました組み立て現場では年々組み立て量が増えており現場の負担が大きくなっています すでに組み立て現場では改善活動がすでに盛んに行われていますので、ここに対して新しい手法を用いることで、別のアプローチでさらなる発展を進めていきたいと考えました。しかし、活動の中でアイデアスケッチまで進めた段階で問題が発生しました。まず、マトリックスの段階で軸の設定がうまくいかず、 そのままアイデアスケッチまで進めてみても、アイデアを広げることができませんでした。その結果、デザインチャレンジから作り直す必要があるということが分かりました。でまずそもそも観察対象が組み立て現場というところだけで、対象が狭かったのではないかという考えもあったため、観察対象をその組み立て現場のみだったのを、部品の製造終了から組み立ての直前にまで広げて、 フィールドワークからもう一度再チャレンジすることにしました。そして対象を広げてフィールドワークを行った結果、現状、本場内のどこにものがあるのかが分かりづらいという問題があることが分かりました。弊社は第1、第2工場があり、第1工場は A 棟と B 棟があり、それぞれで違うものを製造し、またさらにものによっては製造品を協力工場様に外注もしているため、 頻繁に製造品が工場間を移動しています多品種少量生産の弊社ではその数が非常に多く製作品のリアルタイムな位置情報が分かりづらくなっていますこれにより例えば納期短縮対応などに伴う位置情報の確認ですとかあと部品の対流によってその作業エリアが圧迫され物の探し出しづらさなどの問題があることが分かりましたそこでチームではデザインチャレンジを 適切な人に適切なものを適切なタイミングで届けるにはどうすればいいだろうかに設定することにしましたそしてアイデアスケッチでは、えっと、この工場内でこのデザインチャレンジに対するアイデアを出しちゃいましたいろいろなアイデアが出たんですけれどもそれらに共通してそれらを実現するための技術的な方法として RFID 技術を用いることを思いつきました 移動ですとか、部品の移動ですとか、工程が変わるタイミングに関わる工場内のさまざまなところにリーダーを設置して、その情報をすでに自社で開発済みになっている生産管理システムと連携させることによって、ものの所在情報を管理できるのではないかというふうに考えました。ただ、規模が工場の内外にまで広おり、最初からそっちらに取り掛かるのは難しいと考えたため、 局所的な場所についてその位置情報管理システムを検討し将来的にはそれを工場全体へと拡大していきたいと考えましたそこで今回の活動については後ほど確保を説明しますが第2工場の部品運搬用のエレベーターについて RFID 技術を用いた所在管理システムを検討しそれについてバリデーションすることでその効果を確認することにしました 現状、エレベーターの運用上の問題点としては、エレベーターの荷物の情報が不明確であるというものがあります。エレベーターが到着したのかどうか、エレベーターの中に荷物が載っているのかどうか、どこ宛ての荷物かという情報が表示されません。そのため、エレベーターが到着したかどうかは、エレベーターが開く音で、荷物があるかどうか。 荷物の行き先は実際にエレベーター内の荷物を確認することで判断しています。エレベーターが1台しかなく、エレベーター内を空にしていくことが必要とされているため、エレベーター付近で業務を行っている方に負担が集中してしまっているのが現状となっています。このエレベーターの問題を解決するアイディアとして、所在管,所在管理と 荷物の行き先表示を連動させるシステムを考えました。RFID のタグからエレベーター内の荷物を判別し、生産管理システムの情報から次の工程を検索することで行き先を自動,表示自動表示させてくれるシステムです。このシステムのメリットとしては、エレベーターまで行かなくても荷物の行き先が分かる。荷物の行き先を知らせるために送る側が スルー動作がなないいといったものになりますこのアイデアのプロトタイプとして行き先表示灯それから荷物を受け取る人の手元で光らせる LED タグから情報を読み取るためのセンサーを作成しました行き先表示灯と LED は荷物の行き先によって色を変えることで行き先を判別しやすくしましたセンサーは実際のセンサーは使わずに 箱に線を通してセンサーのように見えるものを使用しました。バリデーションでは、社内でエレベーターの荷物を引き取る業務をしている社員2名に協力してもらいました。実施内容としては、エレベーターで荷物を送り、遠隔操作で LED と行き先表示灯を点灯。協力者は、普段と同じように業務を行ってもらい、行き先表示灯や LED が点灯したら、荷物を取りに行ってもらいます。 荷物を取り出したら LED と行き先表示灯を消灯します。30分の中で荷物の行き先を変更しながら3回実施しました。こちらがバリデーションの結果になります。観察の中では1名はバリデーションが始まってから表示灯を意識しており何度も見返していました。そのため表示灯が光るとすぐに気づくことができていました。 もう1人は、表示灯や LED が見えない位置、見えない向きでの業務を行っていましたので、光ってから気づくまでに30秒ほど時間がかかっていました。また、ワリデーション後のヒアリングでは、荷物の行き先が一目でわかる、お知らせが確実に来る、お知らせのを送るための作業を必要としないといった意見,意見があり、私たちが想定していた利点を感じてもらうことができました。 ネガティブな意見としては作業中だと気づけない光だけだと監視役が必要となってしまう手元で光る LED ライトは見ていないなどがありました。バリデーション中の観察でも分かったこともありますが私たちはこのネガティブな意見の要因として光だけでしかお知らせしていないということがあると考えました。 光以外に音や振動などを組み合わせることで解消できるのではないかと考えています。また、この他にも荷物の到着をお知らせするだけでなくエレベーターに荷物を載せていいかどうかなど情報を増やした方がいいという意見もありました。今回のバリデーションでは私たちが考えた所在管理と行き,先を行き先のお知らせを結びつけるというアイデアで一定の 価値を感じてもらうことができましたしかし、行き先の伝え方や伝える情報には課題が残りました。実用化には行き先の伝え方、情報の内容について再検討する必要があることが分かりました。えまとめと今後の予定になります。今回の活動の位置づけとして、イノベーション創出の過程を知り、私を手法を学び、 それらや効果を社内に広めたいというふうに考えていました。そして今回の活動を行うことで、これまでに社内になかった考え方ですとか、手法を学ぶことができました。今後は自分たちの活動にこの手法を取り込んで、さらに理解を深めて、社内に手法や有用性を広めていきたいと考えています。そこで今後の課題になるんですが、えっと、今後の社内での活動にイノベーションの手法をどんどん取り込んでいきたいと考えています。 また手法の一つ一つをとっても大きな役割のある手法だと,かと考えています。例えば観察ですが、ヒアリングだけですと、ヒアリング対象者のバイアスがかかってしまい、対象者は問題と感じていても、本人は気づいていないだけで、問題の本質は別のところにある場合もあるため、自分の目で1日中ですとか、必要に応じてそれ以上に時間をかけてじっくり観察することが重要だと感じました。またデザインチャレンジでは、 短い言葉で取り組む課題を設定することで、今後の活動がぶれないようになることを知り、非常に重要なステップであることが分かりました。それらを取り込んでいくことによって、より手法を身につけて、理解を深めていきたいと考えています。また、今後の活動として、社内で活用できる所在管理システムを構想するためのプロジェクトを立ち上げています。で現在は対象の調査の方を行っております。 で、最後になりますが、本活動を行うにあたって活動全体を通して小林先生をはじめ、事務局の方々には多数のご指導、ご助言をいただきました、えー、この場を変えて心よりお礼申し上げます。以上になります。はい、えーと発表ありがとうございました。 えー、こちらもあれですねあの最初の、えっとえっと、発表された、えっと、AI アクティブの皆さんと、えっと、共通で、まあ、自社の、えっと、このビジネスプロセスのイノベーションに取り組むということを、えー、されたかというふうに思います、まあ、そうしたことに取り組むというところから始めることによってですねそこで、えっと、学んだ手法っていうのを、えー、今度はプロダクトのイノベーションにつなげていくっていうことも、えー、できるんじゃないのかなというふうに思いましてあのいいスタートを切られたのではないかと思いますのでぜひ今後の発展を楽しみに いたしておりますということで、えー、続きましてですね今度は、えー、ギフ岐阜各務原航空宇宙博物館、まあ、愛称空博の、えー、と皆さんによる、えー、発表となります、えー。企業とはまたちょっといろいろ事情が違うところが、えー、あり、まあ、その公共施設というところならではのいろんな課題もあったりすると思いますので是非その辺り聞いていただけたらと思いますそれででは準備ができたら発表よろししくお願いします。 では、ただいまから私との広域財団法人、岐阜・かかみが原航空宇宙博物館の成果報告を始めます。次第のとおり、当館の紹介から参加した背景、目指しているイノベーション、今後の展望まで順に報告します。はじめに、当博物館について簡単に紹介します。1996年にかかみが原して誕生しました。今から5年前、大幅改修を行い、現在の岐阜・かかみが原航空宇宙博物館、 空としししてリニューーアルオープンしました続いて今回参加した背景です。一つ目は新型コロナウイルスの感染拡大以降入館者数が5割程度まで落ちており今なお先が見通しにくい状況です。当0の展示物は実物や実寸大模型など大型のものが大半で入れ替えが容易ではありません。また子供連れのファミリーが多く 小さな子でも楽しめる参加型サービスを充実してほしいという声が寄せられていました。魅力ある博物館であり続けるためには、ソフト面の充実を図る必要がありました。<laughs> 二つ目は、組織体制によるものです。空白は義宇宙県と各務原市が共同で設置し、当財団が運営を任されています。財団では、県と市から派遣された8名が管理職を務め、 それ以外のスタッフは財団が雇用しています派遣職員はおおむね2年で県築は市役所へ戻るためスタッフのほとんどが管理職よりも勤務歴が長くなりました当初は運営を軌道に乗せるためトップダウン型の意思決定でしたがこれまでの成果と課題を肌で感じている現場の意見を積極的に採用する時期に差し掛かっていますこの2点から来館者のニーズを捉えた新しいサービスを 現在のソラークに適した意思決定のプロセスで実現することを目指し、ギフイノベーション工房にエントリーいたしました。今回、私たちは2つのイノベーションの実現を目指しました。1つ目は新しいプロセスの構築です。 長く働いているスタッフが培ってきた知識や経験、自由な発想をサービス向上の向上に生かせるプロセスの構築を目指しました。2つ目が、子どもたちが楽しめる新しいサービスの創出です。小さな子が楽しく面白い博物館になるよう、子どもたちの行動観察を踏まえた新しいサービスの創出を目指しました。 まず、継続的に新サービスを創出できるプロセスの構築について説明をします。取り組みの方向性、進捗については、随時、当館の決定機関である管理職会議で報告共有しました。また、開発するサービスについても、管理職会議でフィジカルスケッチを行い、徹底しました。 ビジカルスケッチでは心理的垣根が取り払えるよう椅子を車座に並べプロトタイプのイメージがしやすいよう寸劇にしましたサービスの開発過程においてすべての管理職とスタッフが立場を超えて自由に意見交換を行うことは今回が初めてのことですどの案も捨てがたい時間をかければどれも実施可能など すべてのアイディアが肯定的な評価を受けました。また、アイディアのアレンジやターゲットに応じたアプローチなどさまざまな見解が共有できたことは大きな収穫でした。会議が終わった後も壁一面に張り出したすべてのアイディアスケッチの前で長く意見交換が続いたことは印象的でした。提案したアイディアは順次取り組んでいくことを確認し、 まずは取り組みやすさから空白探検隊に着手することが決まりました。先日の管理職会議で今回のチームを来年度以降も存続し、このチームを土台にして継続的にサービス開発を取り組むことが決まりました。また今回のような組織横断型、スタッフ管理職混在型を基本に連携がしやすく、 意思決定もしやすい体制を維持していきます。さらに多くのスタッフの知,、えー、知見を得るため、メンバーの入れ替えなどを行います。これまで行わなかったプロセスでサービス開発に取り組んだという小さな一歩は、空白にとって大きな飛躍になることを期待しています。 二つ目は子供たちが楽しめる新しいサービスの創出です。まず来館者のニーズを捉えるフィールドワークから始めました。来館した子どもたちの気、度、愛、楽の具体的な動きや言葉を観察しました。それらをポジティブ、ニュートラル、ネガティブの三つに分類しました。並行して 多くの来館者と関わってきたボランティアにアンケートを実施しました観察・分類とアンケート結果から新しい開発の進むべき方向性をキーワード化しましたキーワードはできる・わかる・楽しむです次にキーワードを具現化するサービスのアイデアスケッチを行いました アイデア作りにあたり共通認識として次の2点に留意しました。1、できる体験活動を位置づけること。2、わかる学びの場を位置づけること。14種類のアイデアスケッチが集まり、できる、わかるを基準としたマッピングを行い、4種類のアイデアに整理してプロトタイピングを始めました。 空白探検隊の活動案を作成するにあたりできる体験的要素分かる学び的要素子どもたちの好奇心をかきたてるストーリーに乗せて展開することにしましたまた展示物をストーリーに組み込むことで子どもたちに展示物をじっくり見てもらうことにも意識しましたバリデーションの様子です 簡単な流れを4つの写真で説明します。1、はじめに子供たちは元飛行機乗りと出会い思い出の機体を探してほしいと依頼されます。2、子供たちは手がかりを頼りに機体を探す探検に出ます。3、第2の体験では普段は入ることのできない区域で機体の部品を探します。4、 飛行機乗りとの対話を通して、機体についてより詳しく学びます。子供たちの姿や感想から、博物館をできる、わかる場所として、十分楽しんでくれたことが伝わりました。バリデーションの成果として、博物館の展示物を生かした、参加型サービス実現への手応えをつかめたこと、 立ち入り禁止区域に入ったり、普段は手に取れない部品を触ったりする特別な体験が満足感につながったこと、<laughs> 子どもたちのできる意欲を高める探検活動と、分かる学び,場を学びの場を位置づけたことで、できる、分かる、楽しむなどが分かりました。楽しむのキーワードを満たせたことなどが分か,分かりました。 完成までにはもう少し時間が必要ですが空白探検隊が博物館の新たな可能性を切り開く企画であることをチーム全員が確信しました。最後に今後の展望です。引き続き管理職スタッフが一体となった柔軟な体制でサービス開発を行い空白探検隊以降の企画についても 観察から始まる手法をベースにします。このプロセスとプロダクトをスタッフ全員で共有し、魅力ある博物館づくりに取り組んでまいります。ぜひご期待ください。ご清聴ありがとうございました。 はいえー、発表ありがとうございました。えーあれですね、このビジネスプロセスの、えー、とイノベーションと、まあ、その先にあるです、ねまあ、プロダクト、この場合はまあサービスですけども、イノベーションにまあ同時に取り組むという、まあ、かなり意欲的な取り組みだったと思います。えー、皆さんもです、ねまあ、その成果がどうなるかということにぜひ着目していただけたらと思います。ありがとうございました ということで、えー、続きましてですね、えー、と前半、えー、最後の発表になりますけれども、えー、株式会社16総合研究所ですねの、えー、田代さんから発表を、えー、お願いしたいと思いますので、えー、と準備が整いましたら、お願いいたします。えっと、ギフイノベーション工房二2021に参加させていただきました、16総研の田代でございます、えー。弊社の取り組み内容を簡単に説明させていただきます。 あの16総研という会社は、あまあ、シンクタンク、16銀行グループのシンクタンクでございまして、えーまあ、地域経済というものを、まあ、専門領域として、まあ、調査分析をしたり、まあ、自治体や企業に対して、まあ、コンサルティングをさせていただいたりということをずっとやっている団体でございます。でえーまあ、日田地方というところにもです、ね、あの担当者を置いて、私も日田地方に結構ずっと行っているんですけれども。 えー、唯一のシンクタンクということで、まあ、こうローカル経済みたいなところが専門的て、とりわけ人口減少とか、そういったじゃ地域の社会問題はあ得意としているとでいろんなことはやってます、何でもやってるっていう言い方でいいと思いますけれども、あ例えば昨年度ですと、枝、まあ、牛のクラウドファンディングもやってまして、最初は私、あの16銀行に行ったときに小林先生に教えて。 てもらったのがクラウドファンディングなんですけれどもあの結構大きい成果を生むことができるようになったりとかってもしてますまたまああの地域経済ののテーマっていうことでちょうどこれはお知らせできることなんですけれどもえっとこの3月末にです、ね、あの年間印刷提言書っていうのを作っているんですがあこれ地方のジェンダーギャップという問題に対してこういう提言書を出したりとかっていうことをやってますこれ私2年ぐらいかかって取材をした でございますさて、あのー16あ総あの、16フィナンシャルグループですね、あの16銀行を中心とする、まあ、金融機関を中心とするグループなんですが、地域コミット戦略というキーワードを掲げていて、あやっぱ地方の課題解決にどういったことができるだろうかということを探索をして、し続けております。 あのギフイノベーション工房に私は数年前からなんとかしてこれは面白そうだから参加したいと思っていましたが、まあ、今回参加させてくださいというふうに、まあ、言うことができたのはあ昨今あの金融、えー、領域からですね、まあ、いわゆる非金融領域と言われているところも含めてあ金融機関が手掛けても良いというような、まあ、法改正などがあり、まあ、地域経済活性化のために何か新しいサービスソリューション 考えられるのではないかということを、まあ、こう模索する機会を今得ておりまして何か新しいプロダクトやプロダクトというよりはサービスが、えっと、デザインできないかということを考えておりました。というわけで私のように地域経済のお仕事ばかりしていると、まあ、いろんな地域であの地域活性化を目指したことがあプロジェクトなどがたくさん行われているんですが。 まあ多くの地域で、でもなかなかそういうのがこう実行に至らない一つ一つの理由がやっぱり財源問題だな、みたいなことを考えておりまして、人が足らない、お金が足らない、こういうような問題であろうというふうに思っておりまして、こういったところで何かアプローチができないだろうかっていうようなことを考えていました。えー、まあ地域付加価値創造分析というアプローチがありまして、企業がおか儲かればいいというのは当然そうなんです。 企業が儲かるだけでなく、ちゃんと自治体にも税収が落ち、あ,あるいはその企業で働く人々の賃金、ですね所得も増えるというのが、まあ、地域の付加価値の総量が増えるというのが、地域活性化というのはこういうことじゃないかということを、まあ、昨今おっしゃっている方もいて、あこう我々もですからそういったところで何かできないかと。とりわけ、金融機関はどうしてもその、 取引先の企業さんの利順の最大化のためにはあ忠実に行動しており、えー、例えば本業支援という形でですね、16銀行でしたら、えー、逆見本一型の商談会みたいなものを、まあ、ずっとやって、取引先企業のビジネスマッチングは、まあ、ずっとやってきているわけですけれども、この地方税収を増やすとか、あ社員さんの所得を上げるといったアプローチは、まあ、地域活性化の中でも、まあ、金融機関としてはほとんど取り組まれていない分野ではないか こういったところも、まあ、なんとです先ほどから抽象的なお話ばかりしているのですが、こういったところで何か新しいサービスがデザインできないか、こういうふうに考えていた次第でございます。これが参加の背景。えーまあ、銀行グループが持っている、えー、支店というインフラが岐阜県、愛知県といったところの各地にあり、まあ、マネーの専門家であり、まあ、企業や自治体といろいろな形で強いリ,あのこうリレーションを持っていることを、 ビジネスとして何か生かせないかと、こういうお話でございます。前置き長くて申し訳ありません。で、実際にイノベーション工房の演習と実習という、その前半戦が、まあ、要は与えられた課題を行うということで、後半戦が自分でかんあのやりたい課題を行うという実習で、演習はあのまさにこういった形で、1回から6回、小林先生の指導を受けて、えー、実際に素早く プロトタイプを作って、えー、バリエーションするというのをワンサイクルでやらせていただいて。演習で行ったことは私たちの飛騨が専門なので飛騨、まあのトマト農園さんからこういう相談を受けていてこう働くそのトマト農園で働く人と、えっと、観光農園で、まあ、そのトマトを積みに来る人の二分化するっていうものじゃなくて。 楽しんで働いてもらえるようなあの農業そのですから農業従事者と観光客がこう境目なく混ざるような場所にできないかというようなあこ,うことを言われており、まあ、そういうそのトマト農園に来るハードルを下げるにはどうしたらいいのかというようなことをちょっとやってみましょうということで、まあ、実際にそのこのトマト農園を知ってもらうためのこうインスタであるとか、えーっと こう要は、就業体験に来る大学生を呼び込むための、まあ、体験談の試作品を作ったりとか、要は、興味を持った方が実際に申し込みできるようなこう受付サイトですね、ランディングページを作ったりとかっていうのを試作して、トマト農家さんに実際に評価してもらったり、まあ、そのトマト農家に関係がある人、すでに働いている人や、いや全く知らない人を含めて、実際にバリデーション、えー、に加わってもらって、えー えー、ここがいいとか、ここがダメだったとかっていう形で、えー、実際に評価を受けてい、えー、ました。実際にこの農家さんは、あのー、これは私たちが直接でやったわけではないんですが、実際に農家さんは自力で、この冬に、えー、こうしたあ就業あのトマト、えー、っと狩りのです、ね、体験の、まあ、オンラインでのシステム化というのに、えー、っと彼らは取り組んで、実際にもサービスイをされております。 で実習についてですねあの、私が最初に小林先生にこういうことをやりたいんだというふうに言ってたのは、あこちらのですね、あのまあ、人物、金の、人の部分で何かこうビジネス展開できないかなと、まあ、人材紹介は16創建の場もやっているんですが、 そうではなくて、まあもう少し派遣とかですね、そういったところで何かできるんじゃないかなとかっていうふうに思ってたんですけど、結果的にあのつまびらかにはちょっと今日できないんですが、実際に取り組んだのは、ここのお金の、その、まあ、その、融資したり投資したりっていうのは金融機関はすでにやっているので、まあ、それではなくて、その、まあ、マネーに関して、えー、えー、 エンパワーするようなことが何かできないかということで、この実際には実習プログラムで、ここの領域のサービスの、えっとまあ、サービスプロダクトを開発すると。で、実際にバリデーションまでワンサイクル回させていただきました。ちょっと残念ながらですね、今こ,れこの案件ですね、ちょっとサービスイン前なので、あの皆さんにちょっとつまびらかにすることができなくて、大変申し訳ないんですけれども、実際にこの実習プログラムでもアイデアスケッチから、まあ、プロトタイプ、まあ、サービスの提案書ですね、を作成し、 えー、実際にこれはお客さんが2種類いるタイプの授業なので、えー、両方のお客様に対してのプロトタイプを作成しましてで、バリデーションも含めてワンサイクル回していました。であの先ほど先生が1第1部でおっしゃったように、やっぱりこうその求められてないものを、そのでも,もう一旦その意思決定しちゃうと実行しちゃうんで、そ,のそこでこうやっぱバリデーションを後回しにするっていうのがこうやっぱ悪い癖だなということを。 やっぱり思いまして、あの的確な指導にこう背中を押されて、あの非常に課題が明確になり、ちゃんとバリデーションも行って、まあ、ロードマップは引くことができたと思っております。これはまあ来年度、まあ、できるだけ早期にサービスにする予定になっております。で、まあ、こういうあの新しいサービスを揃えたえた、ー、企画で、まああのえーと、16の中ではまちづくり会社。 と呼んんででいるんですけれども、まあ、新しい会社を作ろうというプロジェクトが今進行中でありまして、まあ、詳しくは申せないんですけどこういうローカルにもある経済を起こすとか地方が面白くなる引力を起こすという、まあ、ミッションやビジョンを掲げたあ新しい組織を作ろうと現在準備しているところでございましてあのこの一連のイノベーション工房のを受講して あのものすごくためになり、あの本当にこの手法はそのまま使えると思いますので、今後も活用してまいりたいと思います。ありがとうございます。はい、えー、ありがとうございました。 ということでですね、えーとまあ、この,あのギフイノベーション工房の特に最初の年のです、ね、成果報告会に、えー、時々ある、まあ、問題っていうか課題なんですけれども、えー、とかなりリアルなことに取り組むとです、ね、発表できなくなるということが <laughs> 今起きているわけです。で多分ですね、まあ、あとなんか1週間とか10日とかすると、あ今あの人が言ってたのはあれのことだったのかみたいなことがきっと分かるんじゃないのかなと思うんですが、今日の段階ではですね、ちょっとまだ秘密ということに。 えー、なっておりますでもあの今のですねあの田代さんのお話の中にも出てきましたし先ほどいただいた質問にも関係することなんですけどこのまあバリデーションっていうのとよくある実証実験っていうのと何が違うのかということなんですがまあ、実証実験っていうのは結構な準備期間人お金まあ、あとですねいろんなステークホルダーを巻き込んでようやく実行できるというものなんですけれどもそこまで行く よりももバリデーションでででっと全然前の段階でやるんですねだけどその段階でいや相手にとって本当の感情を引き出すにはどうすればいいかっていうとき、まあ、これは難しいわけですよ。でなんですけどじゃあその人と自分たちとの接点って何なんだろうねっていうふうに思うとその接点って例えばこう、えー、顧客にですね説明する時の資料だったりとかするわけなんですよね。そうするとその資料のところだけを作ればバリデーションはできるっていうことでだからこう本考え方一つなんですけど実証実験っていうものをやる やろうと思うとすごい時間かかりますしそこまで行った上で間違ってましたってなってももう遅いっていうことになっちゃうわけなんですけどもっと前でそれをやろうということを、まあ、このですね、演習プログラムの中では紹介しで実習プログラムの中ではですね、そうは言っても、えー、と本番になるとやっぱりみんな気持ちが重くなってですね、先送りにしそうになるんでなるべくそれを先にやりましょうみたいなことを言うというのが行われていることでございます。はい、ではちょっとととまままたたた。皆さんに期待ししていいいだければと思います。ありがとうございました はいそうしましたら、ですね続きまして、えー、と今度はですね株式会社 OKB、OK、総研になります、えー。たまたまですよ、たまたまこの、えー、と岐阜県のですね地方銀行の2大巨頭が連続になるということで、ですねこれ普通はあんまないんです、こういうイベントでは。でたまたま50音順で並べたらそうなったということだけなんですけど、まあ、そうしたところからも注目されているところが、まあ、面白いところかなと思いますので、では続きまして OKB、OK、総研の永瀬さん、よろしくお願いいたします。はいえー OKB 総研の長瀬でございます。先ほどたまたまという話はありましたが、その順番的にすごくやりづらさを感じておりまして。<laughs> はい、あの、進めてまいります。OKB 総研です。OKB、えー、大学協立銀行のいわゆるシンクタンクでございます、えー。先ほどの田代さんと銀行名が変わったということで、機能的には、まあまり変わっていないのかなというところです。えー、調査研究のほか、 法人主に法人向けの経営コンサルティング、あと法人会員事業の運営等を業務としておりまして、現在は農業分野やクリエイティブなコミュニティとの接続を目指す、ファブカフェ名古屋の運営など、新たな領域でのチャレンジを進めているところでございます。 で今日はちょっと背景にも映っておりますが、ファブカフェ名古屋から参加しております、いわゆる工作機械が設置されたカフェでございまして、このあと、このあとスピーチされる林本店さんにご登壇いただくイベントがあるのですけども、いわゆる多様な方が集って意見交換ができる場所を目指しております。 で私たちオケビ総研が岐阜イノベーション公務に参加した経緯については、まあ、大きな背景としては16総研の佐章さんと同じなんですけども、やはりこう従来のやり方の延長では、また自分たちだけでは未来を切り開くことが難しいと言われている昨今でございまして、 そういった中、多くの企業様と未来を一緒に語ろうと思う際にです、ね、われわれ、いわゆるおけび総研として、自分たちが何を目指して、何をしているのかをはっきりやっぱり話せないと、距離ができてしまうと、やっぱり他人事になってしまうというところをと捉えられてしまうと思ったことがきっかけです。 とはいえ、えー、自社でこうどうやってイノベーションを起こしていいかっていうのが分からない中、えー、小林先生のスターがいなくてもイノベーションが起こせるんだという、そういった言葉に大変共感いたしまして、2年前の2019年に参加したということでございます。でその際に取り組んだテーマなんですけども、法人会員組織のリニューアルということでした。 で実際、学んだ手法、まあ、いわゆるヒアリングとか観察というところなんですけどもを生かして会員企業様にヒアリングを行って今感じてらっしゃることをお聞きすることから始めていきました。で とはいえ、ちょっと実際のところはですね、やはり金融機関の立場であるということもあってですね、なかなかニュートラルな意見をお伺いするということが難しく、いまだにこれは道半ばなのでございますが、それも含め大変いい経験をさせて、学びをさせていただいているなというふうに実感しているところでございます。で2019年の参加当時から、 イノベーションの創出をこう起こす仕掛けとして、名古屋、久用通りにです、ね、ファブカフェ名古屋の参画というものを計画していたこともありまして、このイノベーション工房で取得した内容というものは、現在、お客様と伴走する上えで、私たちの考え方のベースになっておりまして、大変役に立っております、もう感謝しておる次第でございます。 でその中で、えー、お客様向けの、当社のお客様向けのサービスの領域をこう広げていく、えー、こう新たな探索を進めなければいけない、えー、という考えが、今、ムクムクとこう湧いてきておりますので、えー、本日はそのお話ができればなというふうに思います。で まあこれからはですね、えー、いわゆる正解がない、正解が定義しにくいものに挑戦をしていかなければですね、えー、なかなか価値を生み出しにくいというふうに考えており、まあ、それは多くの方にご賛同いただけるんじゃないかなというふうに考えております。まあとはいえ、そういった場面に、こう、 面した時にですね、やっぱり感情っていうものはポジティブとネガティブに分かれるのは仕方がないのかなというふうに思います。で、まあたちょっとここに記載しているのはこんな感じで我々私は考えているというものでございます。で、ポジティブっていうとの感情っていうとやっぱり変化しないと生き残れないとか、ちゃんとリスクとテイクの関係を理,理解しています。 でやっぱりこういった挑戦というのが、あまあ、個人、組織の成長にもつながってきますよねで、たとえ失敗しても、これは学びの経験につながるよねっていう,こう発想とか、まあ、ちょっと大きく言うと、お生きる意味とか、まあ、生まれてきた意味みたいなところに行き着くんじゃないかなというふうに考えています。で、一方、ネガティブの感情、まあ、これもちょっとポジティブな言い方にしてるんですけども、 えー、とはいえ、目の前のことに責任を持たなきゃいけないよねっていう話とか、まあ、できれば失敗は避けたいですと、で今あ、私は充実してるんだと、今のことで十分満足してますって話とか、でたったじ、うん、自分だけ、1人だけではできることなんて限界があるでしょうみたいな話とか。 でまあ、あとはできることを確実にしていくことこそが価値なんだみたいな、まあ、そんな考え方なんでしょうかというふうに思いますと。でこっちのネガティブの流れをこう少し見ていきますと、えー、いくらこうネガティブな方にイノベーティブになれって言ってもですねこうなかなか人の感情っていうのはこう急に変わることができないなというところですよね。でやっぱりそういうい イノベーティブになれと言っても、ですね、まあ、どうせ思いつきで長続きしないんでしょうとか、じゃうまくいかなかったら誰が責任を取るんでしょうかとうで、その過程って評価されるんですかとかで、またそうなると部門間でギスギスするのはもう嫌だしみたいな、まあ、そういった感情が生まれてくるんだろうなと、なかなか掛け声だけではうまくいかなさそうだなというところです。 で一方こう、ポジティブの方の流れを見ていきますとお、まあ、ポジティブの考えを持った人とか組織にとっては、ですね、まあ、そ,のそれこそあのあ、ごめんなさいあの、イノベーション工房という機会があったり、まあ、それこそ、ファブカフェ名古屋という機会はご用意をさせていただいてますと、でそれでこう,うまく好循環につながっていく企業ももちろんあるとは思います。 があそういったポジティブな考え方を持っているところに機械を接続すれば必ずうまくいくかというと、やっぱりそうじゃないんだろうなと。で、えー、例えば、もしかして私だけ、えーまあ、誰もむしろついてきてないみたいな感情とかあ、やっぱ途中でうまくいかないかもと、おやっぱハマったかなみたいな感情とか。 だからそうなると、もう次から絶対手を挙げないみたいな、そんな感情になっていくことっていうのも、えー、まあ皆さんも少,少なからず、特にチャレンジをしていく人たちっていうのは、こういう経験もよくあるんじゃないかなというふうに考えてますでやっぱこうポジティブであってもです、ね、まあ、ネガティブだと当然あのそうなんでしょうけど、おまあ、うまくいかないケースっていうのがある。 これなんなんだろうというふうにやっぱ考えると、ですね、えー、やっぱこう、組織のイノベーションも同時に進めていかないと、えー、やっぱりこう,うまくいかないんだろうと、でまあ、今、ファブカフェを通しながら、あイノベーションの創出の機会というものに、えー、こうタッチをしてるんですけどもで、すればするほどそういった感覚というのはあの増しています。 じゃあ、組織のイノベーションっていうと、何だろうということを考えると、まあまあ、まず大前提として、えー、経営の覚悟ですよね。で、まあ、どうせ思いつきでみたいなところの発想になってしまうんではなく、やっぱり経営として覚悟を持ちながら、あちゃんと取り組んでいくことが大事です。すみません。はい、で、えー、それと合わせてですね、えー、やっぱり、えー 会社の評価会社の中でどう評価していくかというのをしっかり作っていかないとダメだというところだと思います。ですからこう成果に直結しないとか、えー、やっぱり時間がかかるプロジェクトをこうどう評価していくかというのは、あすごく大事なことだと思っています。 でまあ、いわゆるこう鉛筆なめなめでですねあこいつ頑張ってるかとかこの部署はあよくやってるみたいなところでこう定性的に評価するっていうことにつながっていくことが多いと思うんですけども、まあ、それだとこう周りの方にとって納得性が低くてですね長続きしにくいで、まあ、そもそも人事評価制度っていうのはこうできる限りブラックボックスっていうものをなくしていきましょうっていうふうに整備している。あの ととととこころででももあありますすので、まあ、そういうういを言うとこうちょっっ相反する関係性にもあってただ、まああの、どの経営者に聞いてもですねこうイノベーションへの挑戦に対する、えー、納得性の高い評価の仕組みについては大事だと認識しているでかつ、そういった設定は難しいというふうに認識しているというのがあこうヒアリングしていると、うん、感じているところでございます。 でだからこそ、おまあ、今、われわれはあ経営コンサルティングという領域を持っています、会社の中に。まあ、それはあ今、いろんな経験をもとにしたあ、いわゆる経営コンサルティングであったり、えーまあ、勉強会であったり、研修であったり、えー、あとはまあ人材採用の支援なんかをしていますと。 これはただ、まあ、あくまでも経験をもとにしたことでございますので、それを、そういったものがあるからこそ、それをこう領域を広げて、ですね、えーまあ、フロンティア、この黄色の部分にを目指して、そこを突破していくことができないかなというふうに思っています。 いわゆる企業のイノベーションを創出する経営コンサルティング、社内評価制度の確立というものが、なんとかこう、我々が支援できないかなというふうに考えているところでございます。 まあそうすると、あの片方で、えー、クリエイティブな観点でイノベーション創出する機会を提供するということと、まあ、もう一つとしてイノベーション創出継続につながる社内評価制度のシステムの構築というものを合わせてご提供していくことで、えー、この地域のイノベーションというものが進んでいくというふうに考えております。 とはいえ、私自身はコンサルタントではありませんので、今はその確からしさを得るために、経営者のアンケートやヒアリングを進めているところでございます。でまた、当社のコンサルタントとも意見交換をし、えーまあ、あのいわゆる部門間の壁というものもまあ多少あるんですけども、まあ、仲間にするというところから今、始めているところでございます。見、まあ、見あまりこうイノベーティブななことに見えないのか かもしれないんでですすすがが、まあ、私の中ではすごく確信めいた感情がありますでファブカフェ名古屋を立ち上げた時はです、ねえーまあ、いわゆるクリエイティブとか多様性との接続というものはこのエリアにとって、えー、こう絶対必要だという強い思いがはあ,りますありましたというか今でもあります、まあ、ただ社内制度とか社内の評価制度の仕組み というところまで、まあ、あまりその時は思ってなかったんですが、やっぱりこうイノベーション創出に向けた取り組みに接していくと、まあ、いわゆる企業さんへのヒアリング、で観察を進めていくと、まあ、それはすごく大事なんだろうというふうに思います。えー、もちろん、後、え、者、ー、の事情によるところも大きいもんですから、まあ、既製品とかパッケージ商品みたいなことにはつながっていかないのかもしれないんですが、 まあそれでもやっぱりこうプロトタイピングをして、まあ、それをちゃんとバリデーションして、ちゃんとお客様にとってこう最適なものであるかというか、あいうことはちゃんと試していきたいなというふうに思っておりますので、あのこの夏ぐらいまでを目処にですね、そういった取り組みを展開できればいいなというふうに考えているところでございます。あの一番上にもありますが、まだまだ道半ばで答えが出ていないところでございますが、チャレンジをする姿勢は。 あのちゃんと取りつつですね、えー、一歩ずつ進めていきたいなというふうに考えているところでございます。はい、えー、そ,れでこれではそれではそれでは OKE 備送件の発表を終了させていただきます。ありがとうございました。 はい、えー、ありがとうございました。えーあれですね、あのご自身がこう取り組んできた、えー、経験をもとに、まあ、こう外部に向けてですね、まあ、新たなサービスを立ち上げていこうという、まだ今、えーと、実際に動くギリギリ直前という感じかと思うんですけれども、あの非常に重要なサービスになると思いますので、ぜひ今後の発展と、えー、これの実際の導入をですね、楽しみにいたしております。どうう発表あありりががととごござざいいい。まましした。た。はい では、そうしましたらですね、続きまして、えー、同じく、えー、ファブカフェ名古屋を、えー、会場としまして、えー。株式会社林本店の、えー、林さんから発表をお願いしたいと思います。それでは始めさせていただきます。えっ、ー、と、岐阜県の各務原市にあります。えっ、ー、と、日本酒を作っている酒蔵ですね。そちらの五代目投資をしております。林優子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、今日はこのような。 えっと、順番に進めさせていただきます。 まずあの当社のご案内からは,い、は1920年創業で、2020年に1 0 0周年を迎えた酒蔵です。えっと、今はの日本酒はもちろん作っているんですけれども、えっと、今回やあの、イノベーション工房をあの受けさせていただいたこともありまして、日本酒作りだけじゃなくて、日本酒の製造技術やいろんなことを、えっと、活用して、新たにこう新商品など、あと地域創造などです、ね、新たな取り組みにチャレンジをしている途中です。 知らない。はい、えっとメインブランドは百十郎というブランドです。あの見てる通り、とてもカラフルなブランドです。 で地元に市川百十郎太という歌舞伎役者さんがいらっしゃって、その方が桜並木をです、ね、プレゼントしてくださいましてこっちの今、今は桜の名所100選にも飾られている桜並木です。桜の木の下で楽しくお酒を飲んでいただきたいなと思って、立ち上げたブランドで、今年で12年目になります。あともう一つ、製法として、当社はです、ね、生きた乳酸菌を使った えっと、うまみを健康に良い影響を与える、えっと、お酒作りをしております。日本で唯一のオリジナルの製法で特許をいただいております。またですね、えっと、年中8度に保たれた冷蔵の蔵で、えっと、製造しておりますので、年中フレッシュなお酒を出荷することができます。現在ですね、国内もちろんなんですが、えっと、アメリカ、カナダ、えっと、イギリス、フランス、香港、 シンガポール、台湾、中国など、世界各国に輸出をしております。次に、えー、っとですね、さっき、今ある商品からさらに少し進化をして、新商品を作りました。百獣郎エメオーションシリーズというお酒です。こういったようにこう、ちょっとカラフルな、あのちょっと女性の背景ですね、のをっております。今までお酒はですね、 この縦軸横軸、要は甘いとか辛いとかえと味わいがリッチとかシャープとか香りがあるとかないとかそういうふうにスペックでお酒をえとは区別してえと販売をしてきました。だってこう日本のでえとお酒販売されているときはそういうスペックをすごく気にして買われるそんなようなえと状態なんですけれどもこういうえとお酒の選び方やご提供の仕方ではなくえと例えば自分のタイプでどんなタイプかなと。 例えばこれ女性に例えばクールなタイプかキュートなタイプかとてもアクティブなのかフェミニーなタイプなのかそういう気分とか自分のタイプでお酒をランにいただきたいなと思ったのが1 1郎エモーションシリーズです,でです、ね。5つありまして、えー、とドリーム、全ハーモニー、エレガンス、えーと、ビューティーということであの、まあ、日本の漢字一文字と外国の方にも書か,かっていただきたい1つ文字が、えー、と英語の単語が入っております。 このようにですね、えっ、ー、と、地元の身の焼きの手記をもつきまして、えっ、ー、と、こういうふうにギフトとかですね、こうとご自分のプレゼント、ご自分のプレゼントに、誰か大切な方のプレゼントに使っていただけるような、こういうパッケージで、えっ、ー、と、やっております。次にですね、えっ、ー、と、飲める会社案内を作りました。はい、これちらですね。実は、えっ、ー、と、こんな、 ミリの、えー、パッケージですなぜこちらをる、えー、作るようになったかというとです、ね、まず普段はこの瓶なんですね、これ720ミリの瓶なんですけど、やっぱ重くて割れちゃったりするんです、瓶なので。でやはりあの国内外の方がです、ね、最後にこうお酒をまあお取り扱いするかどうかって決めるときに、やっぱり試飲してみたい。 飲んでみたいとおっしゃられるんですけど、そうすると、ですねやっぱこの瓶を送るとなると、とっても送料もかかりますし、あと割れたりします、特に海外に送るときには、なかなか送るのが大変です、そういったことを解決するために、死因などでちょこっと飲みたいということで、少しだったらこれ30ミリなんですけれども、あと割れないですね、非常に軽くて送りやすいので、ポストに届く飲める会社案内というコンセプトを考えました。で 輸送コストも、まあ、24分の1あの、落としても割れませんので、非常にあの、えー、と画期的なものができたんじゃないかなと思っています。で実はこちらを使って、ですねオンラインでアメリカのお客様とですね、えー、と試飲販売会で試飲会をしましたで。非常に軽く手元に届くのも楽ですしあの、会社案内がですね、ちゃんとこうやって、えー、と入っておりますので、 会社のこととか製品のこととか見ていただきながら、お酒を5種類も飲んでいただけます。普通だったら、このボトルを5本送らなくちゃいけないところが、本当にこのパッケージたちあの、画像のパッケージだけで済むというものになっております。次にですね。 オンンラインの酒蔵体験をやりました。なかなかこのコロナ禍で、えー、と蔵に来ていただくこととかも難しくなりましたので画面で画像でこう楽しんでいただける桜蔵体験ができないかなと思って考えました。でこちらですね、えー、とフロアマットユニバーサルサインですねこ,こちらのこう考えたんですけどなかなかこう酒造りの場所をご案内しても分かりづらいので、まあ、レイアウトとか思ったらこうできるだけシンプルに パッと見で絵でわかるような日本,の,日本酒の製造工程が国内外の方にわかるといいなと思って作ったのがこのサインです。で実際こちらもオンラインで、えー、と桜蔵の見学をしていただきました。 そうですねあのちょっと初めてだったので、べ、え、て、っと、もドキドキしながらやったんですけれども、あのまずこのサインを移してから入るとこ、こそのお部屋に入ったみたいな感じになるので、今からお米を蒸すところですとか、ここは蒸す場所です、ここがお酒をの充填するところ、詰めるところですと言いながら、えっと、案内をさせていただきました。すすすいません次ににででねここちらの酒パウダーに今これは取り掛かってる最中です ああのこちらのイノベーション工房で最終的にこれを作ろうっていうことになったんですけれども小林先生にあのお酒というところよりもっとフィールドを広く見てこう食品としてお酒を考えられないかなということであのいろいろ考えましたお酒だとです、ね、いろいろ販売する先とかです、ね、制限を実は受けます。まず えっと20歳以上日本だったら20歳以上のしか飲めませんしあと輸送するにもまず販売免許アルコールの販売免許を持っていなければならないとかいろんな制限がかかるんですけれどもあそういう制限がなくてうちの酒造りをする技術を生かしながら何か新しいことができないかなと考えたところで、えっと、まずアルコールがなかったら一つ。 アルコール免許を持って、販売免許を持ってないと販売できないというところが1つ外れます。あとですね、日本酒は発酵食品、麹菌と酵母菌と、えっと、乳酸菌、うちは乳酸菌を混ざっている乳酸菌が、えっと、発酵しているので、栄養素が何か考えられるんじゃないかなということで考えたのが、栄養素もバッチリあって、えっと、しかもアルコールがないで。栄養素もですね、例えばうまみ成分だけじゃなくて、スポーツやる方、 必要とする例えば BC と、BCAA というバリンローシン、ソロシンというあのアミノ酸ですね、とにかく日本酒アミノ酸の凝縮したものなので、これが何か活用して新しい分野に活用できるんじゃないかな、要はうまみと栄養価がとてもバランスよく入って、しかもアルコールがない、そしてパウダーだから軽い、割れないというところに着目して今、商品を作っております。あのよく えと機能性食品だとこうやってすごいいっぱいなんかいろんなものが入ってるなんかいろんななものが入ってるこうアルミなんとかバイタルとかあるんですけれどもなんとかえっとこうボトルで入ってる栄養ドリンクなんかあるんですが天然由来のものだけの裏に書いてあるのはですね米と米こうだけしかも無添加ってすごく非常にナチュラルな日本商技術を生かしたに非常にナチュラルなものがご提供できるんじゃないかなと思っております。 えっと次にあの今後の予定なんですけれども、えっとですね、いろいろお酒作りをしていると、えっと、地域のいろんな方たちとた、えー、携わることがあります。例えば、お酒を飲むときは、えっと、お酒の器、酒器も使えますし、例えばお米を作っているところもありますし、例えば地元の地酒なので、地のものと食べる、例えばおいしい、例えば関のうなぎとかですね。 あるので、まあ、酒蔵の周,あの周辺のですね歴史を再認識して理解していただいて、あのぜひ見学に旅行に、ツーリズムに来ていただきたいなと思って、今、このツーリズムも、えー、と地元の方たちと一緒になって、えー、と考えております。まあそうですね、特にえっと岐阜の美濃なので、えっ、ー、と侍の 戦国時代の本当に舞台となったところなので、そんな歴史も感じていただきたいなと。もう一つ、えー、と私たちのこの百獣郎は、ですね地元の桜並木にすごく恩恵を受けております。ただ、今ちょうど桜がこうやってきれいに咲き始めているところなんですけれども、やはりだんだん桜並木はですね、朽ちてきてしまう。あのまあ、枝が折れたりとか えっと、老木になってしまって老朽化しているので、そこを何とかできないかなということで、えっと、老朽化するえの桜の整備とかですね、そういうものを地域の方たちとか、行政の方たちとか、今だと地元のフットサルチームの若い子たちと一緒にですね、何とかこの桜を守っていけないかな、ということで、持続可能な環境設備に関しても着手しております。 以上になりますが、えっ、ー、とこのように綺麗な桜をどんどんこう継続させて、あのどんどんこう岐阜県のこの高見ヶ原市も知っていただいて、あの地域の方たちと一緒にこうより良いこうえっ、ー、とそうですね未来を築けたらなと思っております。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。はい、えー、林さんありがとうございました。 えそうですね。このなんか短い時間の中にもギュッとですね、こういろいろとあの発表の内容が詰まっていたかと思いまして、あの次々とですね、このプロダクトのイノベーションが生まれてくる様子を見ていただけたんじゃないかと思います。あのパウダーのやつもね、あの今後の展開を楽しみにいたしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。続きましてですね、今度は株式会社クラップよりご発表いただきたいと思います。 はいではそれでは発表を始めます。2019年に受講した株式会社クラップの山田と申します。タイトルは「ノハコ最終形に至るまでの試行錯誤」です。ただちょっとタイトルと内容にちょっとかりがあるんでそこはまたおいおい説明していきます。今日のお話の対象者はこれらの方々を想定しています。リソースが少ない中小企業の方 でこれからプロジェクトを始める方でそのプロジェクトを管理する方ですなのでちょっと大企業の方には、まあ、参考にはならないかもしれませんで何を話すのかで私たちがイノベーション工房の事講をきっかけに開発した NOVACO というプロジェクトがあるんですけども、まあ、それを例にプロジェクトで起きた課題だったり、まあ、課題とその解決案をお話しします でまあ、対象者の方の、まあ、健全なプロジェクトの進行に、まあ、役立っていただけたら嬉しいなと思っていますで。本日のプログラム内容は全部で4つあります。1つ目、会社紹介と2つ目、の箱紹介と3つ目、本題の,そのプロジェクトの課題と解決策で4つ目、本題のまとめとおまけです。ただ、ちょっと内容がとても多いので途中、はしょったり早回ししたりする。 ことがあると思いますので、まあらかじめご了承ください。で、最初にまず会社紹介ですで。私たちは株式会社クラップと言います。で、コンサル型のウェブ制作会社です。なぜコンサル型かっていうと、まあ、作るだけじゃなくて、まあ、ビジネスを一緒に考えるっていうことを大切にしています。まあ、だからコンサル型と言っています。 で主な仕事としては、まあ、中大企業のもう主に B2B 向けのウェブサイト制作や企画コンサルを、まあ、依頼いただくことが多いです。まあ、具体的には、愛ンさんだったり、ブラザーさんだったり、まあ、その他もろもろ中部圏を中心に、いろんなお客様から声をかけていただいております。 で続いて、えー、のはこの紹介。イノベーション工房をきっかけに取り組んだ、まあ、プロジェクトのこののはこをちょっと簡単にご紹介します。まあのはことは、まあ、あなたにぴったりのご褒美おつまみが届く定期便です。ウェブサイトで注文を受け付けるんですが、まあ、ただの EC サイトではないものになっています。数百種類ある上質なおつまみの中から、 あなただけけの箱に入れてお届けします一人一人に合わせた価値をお届けするという意味を込めて、まあ「の箱と名付けています。の箱はこは、まあ、おつまみを取り巻くこんな課題を解決していきます。まあ、いつも同じおつまみばかりで、まあ、お酒との組み合わせがマンネリ化しちゃっている。まあ、好きなお酒はいくつかあっても、まあ、それに合うおつまみがわからない。 おつまみを買えるところが、まあ、スーパーやコンビニしかなくてこだわりのおつまみが近くで買えないっていう課題です、まあ、そんな課題を抱えたお客様にノハコは4つの価値をお届けしますおいしいぴったりワクワク楽チンですで1つ目のおいしい なんですが、まあ、おつまみを監修しているのは、まあ、岐阜市にある高級おつまみ専門店のひらみつ商店です。でお届けするおつまみは、まあ、全国各地からひらみつ商店が厳選したものになっています。なので、まあ、そこら辺にはないようなちょっと上質なおいしいお,おつまみをお届けしますで。2つ目はぴったりです。おつまみを監修しているひらみつ商店の店主の知見を AI 化しました。でオンンライン診断で お客様のあなたの食とお酒の好みを分析してその AI があなたにぴったりのおつまみをセレクトします3つ目はわくわくひらみつ商店のおつまみ取り扱い数は350種類あります珍しいものから定番のものまでわくわくするおつまみとの出会いを作れるんじゃないかなと思ってますで4つ目楽チンです で毎月1回、ヤマト運輸さんが届けてくれるので、まあ、買い物の手間はありません。で、解約も自由にしているので、使い勝手もとっても良くなっています。で、買い物行くとガソリン代も時間もかかっているので、まあ、実は通販の方がお得です。まあ、ご利用の流れ、利用の流れはこんな感じです。初回診断してもらって、ぴったりのおつまみをお届けして、それを楽しんでいただいて、 評価いただくとで評価いただくともっとぴったりなおつまみを届くこのサイクルを繰り返していくという感じですで。日本酒なら例えばこんなおつまみが届きます。ワインならまあ例えばこんな感じのものが届きます。た、まあ、多分皆さん見たことないようなものがあるんじゃないかなと思います。で利用者像はまあこんな感じで酒のみ,みの共働き夫婦女性です。 この辺はちょっとパッパッといって、パッケージのデザインもこんな感じでおしゃれにしています。おつまみって結構和風が多いんですけど、おしゃれにしています。で値段は3680円の送料込みです。まあ、詳しくは、まあ、こちらのサイトで見ていただけたらなと思っております。ノハで検索すす。ると出てきま NOHACO です。で、ここからが本題であるノハコプロジェクトの課題と解決策をお話しします。 まず最初にクイズなんですけれども、えー、この数値は何でしょうか ?2 回と7か月です。はい、えー、考えてもらったと思うので、正解は、えー、のはコの公開を延期した回数および延期した期間です。の箱はあの,今年の1月末に公開したんですが、まあ、本当は去年、2021年の夏ごろに公開予定で、 でそれが秋に伸びてさらに伸びてえ今年の1月末に公開となりました。で延期によって、まあ、公開が延期によって、まあ、その分やるのが長くなっちゃうので、コー数イコールお金がかかってしまいます。で公開が伸びれば営業機会ももちろん逃していきます。ダラダラと長くなっていくのでモチベーションも下がっていきます。まあ、公開延期はこういうようなダメージを受けてしまいます。まあ、場合によっては プロジェクトの中、止っていうことも起こりうるかもしれません。じゃ、なぜ延期となったのかなんですけれども。まあそれはやっぱり試行錯誤の連続だったからです。まあ、イノベーションなので、従来のプロジェクトにはない動きっていうのが必要になってきます。まあ、その試行錯誤を少しでも減らすのがまあイノベーション工房受講の狙いだとは思うんです。けれども、まあそれでもまあ予期せぬ作業やピンチっていうのがいっぱい付きまといます。 でその蓄積が延期という形になって現れちゃったって感じです。じゃあこれをどうすれば防げるのかなんですが、それを今回のテーマとしています。で初めにお伝えしたように、NOVACO の,のプロジェクトを例に、まあ、プロジェクトで起きた課題とその解決策、まあ、一例ですけども、それをお知らせします。でまず最初にもう結論から言うと、人、物、金を確保しておくことです。 まあ、いわゆるあの経営資源って言われるものなんですけれども、まあ、昔からの格言としてもあります、まあ。経営に通ずるものは、プロジェクトにも通ずるんだろうなと、えー、思います。で、この人、物、金というくくりにおいて、どんな課題が起きて、どう試行錯誤して解決したかえ、次のページから具体的にお伝えします。まず最初、人。人は人材のことです。 で人においてこんな課題が起きました。忙しくて作る時間がない、作るスキルがない、作るマインドがないの3つです。で1つ目の忙しくて作る時間がないなんですが、まあ、これは中小企業あるあるかなと思っています。まあ、余力がないので、まあ、普段の業務と兼業になりがちです。でそうなると 目の前の慣れている普段の業務ばっかり取り掛かるようになっちゃってで、せっかくの将来のためのプロジェクトっていうのがおろそかになっちゃいます。で、その結果、まあ、ずる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 と長くなっていきます。では、じゃあこれを解決するにはということなんですが、まあ、余力に投資しましょうというものになりますで。イノベーションのプロジェクトっていうのは、まあ、思わぬ作業が発生するものです。でその思わぬ作業を解決するにも 余力がないことには始まりません。でベストは1000人です。でベターは業務の量を半分に減らすです。でまあ、将来のためと思って、まあ、人に投資をしてもらうのが必要かなと思っています。でも兼業でだらだら長くやるよりも、もう専業にして短期間で終わらせた方が、まあ、トータルでコスト削減になったり、プロジェクトが成功したりっていうのに近づいていくと思います。で続いて、作るスキルがない。 ですで自,社の自社のあるもので全てが作れればいいんですけれども、まあ、イノベーションというものは社内にないスキルを求められることが多いです。でスキルがないとまあ何もできないんですがそのスキルをつけるというのにも時間がかかっちゃいます。なのでこれを解決するには、まあ、外部パートナーと協業するのが早いです。 まあそのためにも、普段からコネクションをいろいろ持っておくといいのかなと思います。で、社内の人だけではなくて、まあ、社外の人に紹介してもらうとか、またはこういうようなイベントで紹介してもらうのもありだと思っています。で、ノアコも実際に外部パートナーに頼った部分がとても大きいです。で、それをほとんど紹介でまかないました。で、人3つ目え、作るマインドがないんですけども、社内、社外に問わず、かかわらず、いろんな人が関わります。 なので、やる気がある人もいれば、ない人っていうのもいます。まあ、人間なので、どうしてもマインドにギャップは出,る出ますし、まあ、立場によっても変わってくると思います。で、これを解決するには、必ずやりきるっていう熱意を持ったリーダーを当てること、でそしてそれをサポートする社長、または上司がいることです。でリーダーに熱意があれば、大体なんとかなるかなとは思っています。 でそのリーダーがスタッフを引っ張っていって、社長や上司はスタッフの背中を押すっていうようなイメージです。で、社長や上司が、まあ、繰り返しプロジェクトの必要性を説明して、マインドを浸透させていくのが大事かなと。そうすれば、マインドは高まっていくと思います。で、続いて、モのの試行錯誤なんですけど、モノとは設備やシステムのことを言います。で、私たちはモノにおいてシステム開発が難航っていう課題が起きました。 でえー、であの先ほどもお話ししましたが、イノベーションというものは、社内にないスキルを求められることが多いです。で、そのために私たちはシステム開発を外部パートナーに依頼しました。で、そこまではいいと思うんですけど、まあ、ゼロ開発してしまいました。まあ、してしまいましたって別に良かったんですけど、ただ、システムの開発は私たちの得意領域ではなかったので、ちょっと知見がなくて、ゼロから考える大変,大変さっていうのを実感しました。 でじゃあこれを解決するにはってことなんですが既製品で代替するっていうことです本当にゼロから開発がいるのか、まあ、課題を見直すと代替品が見つかるかもしれません、えーまあ、多分世の中に存在している代替品既製品っていうのは、まあ、先人の知恵の塊だなと、まあ、今回ゼロから作ったっていうことで何で既製品がこうなってるのかっていうのがいろいろ理解できて感心したっていうこともあります、えー、最後の金のところですけども金とは資金のことです で金においてはこのような課題が発生しました。資金がない、予算が定まらない、どんどん増える経費です。で1つ目は資金がない。これは資金がないことには何も始まりません。でそれでも人件費、外注費など、まあ、新規事業には資金が必要ですで。私たちも最初の難題は資金でした。まあ、大きい企業ならまだしも、中小企業にはま資金が余力がないので,で。じゃあこれをどうしたかっていうと、補助金を使うです。 私たち、ものづくり補助金とか事業再構築補助金とか、結構国は手を差し伸べてくれてるなと思います。で私たちはものづくり補助金を使いましたで。ちょっとお金の負担も一部必要だったり、書類作成が必要だったりするんですが、まあ、そこは頑張ってもらいたいなと、まあ、または16銀行さんか大企業さんに借りるっていう手もあるかなとは思います。で、えー、金の2つ目、予算が定まらない。 私たちは、まあ、補助金が通るか通らないかで、えー、やれることが変わってきました。でその予算が定まらないと、まあ、作業範囲も定まりません。まあ、なので、まあ、そのため、あの前日の補助金が確定するまではふわっとした状態で要件定義する必要がありました。でそれもちょっと結構余分な作業になっちゃったかなと思います。でこれを解決するには、まあ、最低限の予算を確保していきましょうというものになります。で最低限こここは必要というところに、まあ、コア まあコアな部分に予算を注力して、まあ他のものはまあ後回しだったり、まあ、品質も妥協もやむをえねしかなと思っていますで最後。最後に、どんどん増える経費というところで、まあ、新規プロジェクトは思わぬ経費というものが発生してきます。思わぬ作業が増えるので、でまあ、プロジェクト管理者というのはどんどん予算が減っていくというのに驚いていくんじゃないかなとで。私たちも予算が足りずに断念した施策があります。でこのの課題の解決策は およその予算配分をすることです。こればっかりはちょっとコスト管理をしっかりしてもらう必要があるかなと思ってます。はじめに必要な成果物におよその予算を割り当てて、まあ、つき使い切らないようにまあ余力を持たせていくと。予算を超えるぐらいならまあ妥協もやむを得ないかなと思ってますで。あと新規サービスは広告宣伝費も必要なので、その予算も確保がいるかなと思います。ということで最後に本題のまとめです。 まあ健,全のプロ健全なプロジェクト進行のために人、物、金を確保しましょう。イノベーションというのは予期せぬ出来事が起こりまくるので、まあ、イノベーションを起こすための投資と割り切りましょう。最後に、えー、おまけです。最後の最後におまけです。ノハコキャンペーンということで、まあ、このイノベーションキャンペーンということで、今だけ。 この今見ているあなただけなんですけど、普段のノハコ a k o の,の3680円というのをイノベこう、イノベ価格980円で初回のみご,ご利用できます。このクーポンコードを入れてもらえれば、えー、980円でご利用できます。申し込んでもらった佐藤先生、小林先生、田代さん、すみません、980円で申し込みできます。ということで、クーポンコード 75OFF をこのノハコのサイトで。えー お支払い情報入力画面があるので、そのクーポンコードを入れていただくと、980円になります。私たちが苦労して開発したの箱子をえ体験してもらえると嬉しいです。発表は以上になります。ちょっと長くなってすみません。ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。そうですね、皆さんぜひね、今、これをちゃんとメモしていただけるといいかなと思います。 あの本当に今、名前を挙げていただきましたけども、あの私もねあの当然ですけど、まあ、自分たちのやってたところがきっかけになって出てきたものなので、えー、登録したんですけどいやあの、本当に美味しいおつまみなんですよ。であのそこらへんのこうコンビニとかスーパーにはこれ絶対売ってないなっていうものでしたし、あとやっぱりね、自分だったらこれ買わないなというか、これがこのお酒に合うのかなというのが全然想像がつかないようなものとかがまあ届いて、まあ、そうした意味でもですねあの非常に楽しめるものになっていると思います。であと ね、このクラップの山田さんもこの発表されるの今回3回目だと思うんですけれどもやっぱりこうやり遂げた後の説得力はめちゃめちゃやっぱりありますよね本当に <laughs> あのね一番最初の時はあのこういうのをやろうと思ってますって話で前回1年前はねもうすぐリリースできると思いますっていうのから今回はもうリリースしましたっていうところで本当にその、えー、っと中でねあの直面された課題とかに関する話もあのこの後続こうとする方々にとっても非常に学びの多いものに。 えー、なったんじゃないのかなというふうに思いますので、まあぜひこれをあのですね手に入れつつ、まあお酒も飲みながらですね今日の話をもう一度聞いていただけたりするとなお理解が深まるかなと思ったりいたします。はい、林本店さんのお酒ともよく合います。あ、そうですね。はい、はい、林本店さんのお酒ともよく合います。います <laughs> はい、ぜひそういう組み合わせも試していただけたらと思います。はい、すまじゃあ、山田さん、はい、ありがとうございました。はい。 ということで、早いもので、ですねいよいよ最後の発表となります。最後の発表はですね太平洋工業株式会社さんからということになりますので、準備ができたらお願いしたいと思います。はい、それではあの太平洋工業の金森から、ですね <laughs> 新製品企画部の金森から発表させていただきます。本日はあのイノベーション活動から成長へということで、ここでいうイノベーション活動というのはまさに。 岐阜イノベーション工報のことでして我々はあの一昨年、まあ、20年度の岐阜イノベーション工報に会社の方から3名で参加をさせていただきましたで、まあ、その後もですね、まあ、1年経ちましたけれどもあの時ちょうど1年前に発表した時は、まあ、いろいろこういう活動をしてますよっていうことの中にあの毎週火曜日はブレストの日っていうのを設けてやってますとかって話をしたんですけど それ今も続いてまして、まあ、なかなか普段の業務忙しいっていうのもあるので、やっぱりこう、えー、時間がなかなか取れないっていうメンバーもいるもんですから、火曜日毎週2時間集まって、あでもない、こうでもないっていうのを見ろとか使いながら、まあ、議論をしていると、まあ、そんな活動を今しております。さて、えーまあ、本日なんですけれども えまずギフイノベーション工房での学びってことで、えー、我々ずっと新規事業の方をえ目指してですねいろんなことをやってきておるんですが、まあ、先生に教わった中でやっぱりこの既存事業とのまあ連続性の中からまあ新規事業が生まれてくるというお話、まあ、かなり最初の方にあったんですけども、まあ、当時はですねよくこう、うん、どうなんだろうなこれで言うとですねもうちょっと言うと飛び地のようなですねうん、えー、となんか違う 新しいようなそのものをやるのが新規事業なのかなって思ってたんですけどやっぱりずっとやってきて思ったのはですねやはりこの通りでやはり既存事業があってそこに軸足があってその延長に新規事業があるなというふうにやはり最近強く思うようになりましたでまあそれを踏まえてですね、まあ、弊社の既存事業はですねまずあの創業は1930年の会社になりまして 今、下にここにありますように、主にですね自動車部品を製造・販売しておる会社になりまして、ここにあのいろんな金属であったり、樹脂であったり、あと一部ですね電子機器、ちょっとここに少ないですけれども、そういったものも手がけております。であと、まあ日本だけでなく、海外の工場がありまして、開発等もですねフランスとアメリカにもあって、ですねそういった仲間と一緒に仕事をしております。 で今回ご紹介するのは、まあ、その中で1つになるんですけれども、まあ、核となる技術ということで、まあ、ちょうど昨今ですね、まあ、IoT とか DX とかそういった話もあるので、えー、それに関連していくんですが、我々あの自動車のですね、イヤ空気圧監視システム、まあ、TPMS と呼ばれているもの、これ、なかなか馴染みのない言葉かもしれませんけれども、 要はですすねこの下にありますタイヤがありますタイヤをちょっと切ってますけれどもタイヤの中につけるセンサーですでタイヤの中につきますのでそこにですね電源を供給するような線であったりいろんなそういうものを出せませんので、まあ、これ電池駆動してかつ無線でですね電波を送信して最終的に まあ具体的にどういうことが起こるかというと、空気が空気圧が少なくなってくると、まあ、ここにあるようなですね、えー、と車のメーターに警報を知らせると、まあ、そういったシステムになります。で我々、ここに使うセンサーを、えー、1999年から量産をしまして、おかげさまであのシリーズ累計として2億個以上、えー、販売してまいりました。でこれ、何がまあすごいかというところで、えー、すごいというか特徴かといいますと、 タイヤの中、皆さん想像していただくと、なかなか想像することないと思うんですけども、あの中に部品をつけるというのはなかなか厳しくて、ですね、えー、それは温度であったり、振動であったり、あとタイヤ回転しますので、まあ、遠心力であったりですね、えー、まあいろんなすごい厳しい環境で使うんですね、でかつあの10年というあの寿命を持たせなきゃいけないということで、 いいろんな設計技術が詰ままっていますでそれを安定して生産するための品質、まあ、そういったところがですね、やっぱりこういろいろ積み上がっているで、それがやっぱり核の技術になるんだろうと、まあ我々ちょっと考えておりまして、でまあ、ここのですね技術をベースに出来上がってきたもの、ちょうどここ、新製品の紹介というふうにしておりますが、昨年のですね6月ですかね、販売を開始しました。 これ、名前はです、ね e、と言っておりますこれマルチセンシングロガーとなかなかこのロガーっていうと、一般の方だとですね、馴染みないかもしれませんけれども、これ、どういったところで使うかというと、まあ、物流ソリューションに新たな価値をと書いてあるようにです、ね、例えば食品であったり、医薬品であったりっていうのを、まあ、温度をです、ねまあ、測定、一定のですね品質を保つために、運送するときに温度を、まあ、 保っておきたいでそれをですね、ずっとログイン、えー、ずっとそれを何度になるのか、何度であるのかっていうものを計測しておく必要がある、まあ、そんな需要があります。で、まあ、この eWaves というのは、この、えー、左側にあるようにですね、温度、湿度、振動、位置ですね、まあ、GPS も搭載してます。で、気圧、照度、まあ、これを一緒くたにここに1つに入ってましてで、これが携帯回線とつながってですね、クラウドに上がって、 アプリで、アプリ上で、今どこにこれがあって、まあ、トラックに積んでいれば、そのトラックがどこにいて、その荷物は、じゃあ振動が加わっているのか、温度は何度なのか、まあ、そういったものに使っております。まあ、ちょうどあのワクチンとか、ですねちょうどあの輸送の話もあったんですけども、えー、特徴はさらにあって、えーと、先ほど厳しい環境でって私言いましたけれども、 こういったロガー、あのいろんな似たようなものがあるんですが、まあ、弊社のものはです、ね、あの低温側、低い温度側ですね、まあ、ここにもコールドチェーンと書いてますけれども、これ、マイナス80度まで測定をして、それをロギングしていくと、まあ、そういったような特徴を持ってまして、まあ、特に低い側の温度ですね。 そういったところで特徴を出しています。またあの、詳細はちょっと今日時間がないものですから、弊社のウェブサイト内にですね、特設サイト、ウェブありますので、そちらからも窓口ありますので、またぜひ、ご興味ある方は見ていただければと思います。で、まあ、これをですね、さらにベースに。 してですね、現在我々がやっていることっていうのはまさに岐阜イノベーション工房でやったことをまさにあの業務でやっていまして、まあ、プロトタイピングとまあバリデーション、まあ、このバリデーションっていう言葉は本当岐阜イノベーション工房で学んだ中で非常に重要だったなと我々は正しいプロダクトを作っているだろうかということをまあ小林先生に教えてもらってですねまさにそれをやるために 第一線のです、ね、一次情報を取るためにそれをやっている方に直接お会いしてニーズを聞いて実はそのニーズっていうものにお客様は気づかれていないあの言葉の節々に出てくる端々ですね節々に出てくるところを汲み取ってこうじゃないかっていう仮説を立ててやっていく。 えーまあ、そういったことをやってきたんですが、まあ、その一例です。でこれはまあ左の上にですね実際の実験風景と言ってますが、ちょっとあの実はこの右上の方に大きな実験設備があるんですけれども、ちょっと今日その部分は共同研究ということでお見せすることはできませんが、弊社のですね製品としてはですね、えー、今やっていることとしては、ですね先ほど EWEBS ありますよと言いましたが、まあ、これを親機として、古、ま、希、あ、先ほどのタイヤ、 CTMS ですね、えー、ありましたけれども、これを国旗としてこれを無線で飛ばして、親機で受けて、携帯回線そしてクラウドアプリ、この一連のシステムで、これで何を取って何をやってるかっていうのは、ちょっと今日はお話できませんけれども、非常にあの厳しい環境です。屋外で使ったりとか、水とかも当然かかりますし、まあ、泥であったり、まあ、温度も上がる部分、まあ、そういったところで、こういう無線でですね、 ログイングしていく、えー、センシングしていくですね。まあ、こういったニーズは非常にあのいろんなところで出ていて、で、ですけれども、やっぱ厳しい環境でっていうと、途端にやっぱりこう市販されているものだと壊れちゃうとかですね。まあ、そういったことがあるってことに気づきまして、まあ、我々そういったところでお役に立てるのではないか、まあ、そういったことでですね、今やってます。で、この春も、えー、今このバリデーションまで終わって,て。 えと実証実験とかですねそういったのに参加していきますのでまたあの公開ですねできるようになればまたどこかでお話できればなと思ってますけれどもこのサイクルをぐる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 回してるとい、えー、ったことを私これやってますけれども他のメンバーもやってますでさらにですね今あのやっていこうとしているのはこれ全社的な、えー、取り組みとして やっぱり新しいことをやっていきたい。そういったことの中の一環として、いわゆるあのオープンイノベーションって言われている取り組みも取り組もうということで積極的にやっています。で昨年前、これ一例ですけれども、あの16銀行さんとですね、クルーさんが主催されたアクセラレータープログラムというのにも参加をさせていただきまして、 えーまあ、実際に今の、この中からあのいろんなスタートアップの方からお声かけいただいて、ですね、えー、いろんなお話をしていく中で、私どものグループあの、私の部ですね、の方であの一,軒一軒ですね、今ちょっとある会社さんと今共同開発ということで、今、プロジェクトもやっと今、スタートしてですね、えー、やってますで。右側はですね、 えーまあ、医療機器技術ということで、もう全く自動車と関係ないんですけどもこう、医療機器とかですね、えー、こういったところにも我々が使っている技術がもしかしたら活かせるんじゃないかといったことで、そういった展示会であったり、まあ、ここ医療ですけれども、あと農業の分野とかですね、そういったところに積極的に、あの今までこういった活動というのは、ちょっとこう、えー、ちゃやってなかったんですけれども、やはりこういうチャンスがあ,のあるんじゃないかということで、積極的にですね、 あの取り組むようになってきました、まあ、こういった活動を通してやっぱりまた新しい出会いあのニーズとかそういったものに触れることによってやはりあの我々がですね、えー、貢献できるものが見つかればですねそこにあの、えー、一生懸命投資をして、えー、作品を開発してですねそして製品化につなげていく、まあ、そういうチャンスが眠っているなということをあの最近よく感じてますので引き続きまあこうした活動を、えー やっていいいきたいと思いますで、まあ、あの最後に、これ、思いを込めて明日を作るっていうのは弊社の,あのブランドスローガンになります。でやっぱり我々は情熱を持ってですね、あのやっぱりこ,うこのプロジェクトを運営するものっていうのはやっているんですが、まあ、それが思いを込めての部分になると思います。で、明日ををる、まる、あ、この作っていくためには、やはりその情熱だけではなくて、えー、先ほどの,あの発表にあったかと思うんですね、あの仕組みですね。 会社の中の仕組みづくりっていうのも、やっぱりあの人数がそれなりにいるとですね、あの非常に重要になってくるなということを痛感してますので、やはりこの情熱だけではなくて、それを後押しするような社内の仕組みづくり、あのこういったものも活動してきて、すごく必要になってきたなと感じてますので、今、そういった部分の整備も一緒にやっていこうということで、今、同時並行的にですねやって、まあ、来年度、そのあたりをしっかり整備して、 どん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 こうそのサイクルがです、ね、早く、今ちょっと時間かかっている部分がありますので、まあ、そういったことをやって、ですね早くあの皆さんもです、ね、あのお役に立てるような製品を世の中に出していきたい、そういうふうに思っていますし、またこのギフイノベーション工房であのこういう発表の場をいただいていますので、またこの場を通してあの何か出会いがあればなと思っていますので、またあのいろんなお話を聞かせていただいて、勉強させていただければなと思っております。はい、本日はありがとうございました はい、えー、ありがとうございました、えー、あれですねあのまさにこうプロダクトのイノベーションと、まあ、そのビジネスプロセスのイノベーションとこう車の両輪として両方を整えいこうということですし、うんまあ、実際その中でも、ね、最初の段階の成果はすでに、えー、出始めているというようなことであの非常にあの興味深く伺いましたしまた岐阜イノベーション工房の中で,です、ね、やってきたことで生かしていただいているところがあるというのも非常に嬉しく思いました。はい ありがとうございますはいそれではですねえー、っとですねいよいよもう最後の最後という感じになるんですがえー、っと残りのとこですねをえー、っと多分5分くらいかなでお話しして。 終わりにしたいいと思います、はいまあ、今日です、ね、あのお話ししてまいりました最後のところ、まあえっと、まとめと2022年度の予定についてということなんですけれども、まあ、今日です、ね、最初の方にお話ししたように、まあ、イノベーションにはこうプロダクト製品サービスという話と、まあ、あとこうビジネスプロセスというのが、まあ、あるということで、まあ、今日です、ねえー、それらに取り組み始めたという段階でお話しいただいた方もいますし実際に取り組んでますという話と、えー、取り組んで実際それらが、えー、成果として、まあ、導入されました。 というところまで、えー、お話いいただいただことがあるかと思いますで、まあ、実際にはですねこういうのってあのやった方は本当に実感されると思うんですけど、まあ、ものすごい難しいんですよ、まあ、ですので、えー、その成功確率がどのくらいかっていうのは、まあ、諸説あるんですけど、まあ、俗にですねこう1,000に3つぐらいだから3,000個あったとしたら、まあ、3つくらいがようやく世の中に出ていくぐらいの まあ難しさだっていうふうにやっぱり言われていることがあるんですね。で、それをなんとか最後までたどり着くっていうところが、えー、本当にやっぱり熱意だけではダメで、やっぱ人物金いろんな仕組みがあって初めてまあ出来上がるというまあ難しいものなわけなんです。で、まあこの技術イノベーション工房ということで、そういうイノベーションの創出に挑戦するような人々のですねフーを醸成しようというまあかなりまあ高めなというかですね、まあ理想論的なえっと目的をまあ掲げてまあ2010 8年度からまあやってきまして、えー、まあやっぱりねこう成果が出てくるまでって時間かかりますのでいや本当にそこから成果出てくるんですかね。 でそういういきっかかけになるんですかねっていう、えー、ところはですねなかなかお答えできないということが、まあ、やっぱり最初の数年間あったんですけど、まあ、今回ですねあのこれまでに参加された企業の中で今、えー、と色を変えて書いているところは今日ご発表いただいたところなんですが、えー、実際にそれで取り組んでそこからこう、えー、成果が出てきたとかこれから取り組んでいくぞという、えー、人々がいて、まあ、さらにその中でも本当に、まあ、成果になってきたものが出てくるというようなことが、えー、続いているという いうことでますでまたですねやっぱりこういうあのイノベーションに関する話って今もう本当に毎日のようにメディアで目にしましてその中にはですね割とこうキラキラしたいい感じの、えー、話ですねなんかこういうふうにやるとそれができるぞっていうなんかこう方程式みたいなものとして、えー、紹介する人もいますしうちに任せてもらえばやれますよっていうふうに言う人も、えー、いますし、まあ、いろんなことが行われてるわけなんですけれども、まあ、今日ですねお話しいただいたのはそういう,こうキラキラした 感じとはちょっと違う、まあ、むしろこう地味なというか、まあ、地道なものではあると思いますけれども、まあ、それだけにですね、えー、ちゃんとこう地に足のついた、えー、イノベーション活動ですし、そこからましっかりとしたですね成果が出てくる、えー、ものにまなっていっているんじゃないかというふうに思います。で、もちろんこれはですね、この事業をスタート、えー、やっている私たちだけの力では全くなくてですね、私たちとして提供できるのはそういうきっかけとですね導入の部分だけであって、それらを実際にそれぞれのまあ 組織においてま実行していくと。とまあ、それによってま初めて実現していくものでは。 ありますけれども、えー、ぜひです、ね、そういう機会を継続的に、まあ、提供したいというふうに思っておりまして、まあ、このギフイノベーション公募2022年度も、えー、継続したいと思っております。でまだですね、えー、完全にやりますとまでは言えないところも、えー、ありますけれども、まあ、やる予定も99.9%ぐらいやりますということで、まあ、今年度とですね同様に、まあ、オンライン中心で、まあ、開催予定ですということと、まあ、応募条件もですね、えー、今日お話ししたのと同じです。ですのでで、まあ、ううですすのこうういね何が途中で起きるか 新しいことに取り組んでいくというためにはですねやっぱり一緒に取り組める仲間が必要だっていうところもありますし、まあ、そういう取り組むにあたってはですね、まあ、送り出す側の組織でさっき山田さんからご紹介のあったようなですねいろんなリソースをちゃんと確保してバックアップをするという体制が必要ですので、まあ、このような条件はそのまま継続して行っていきたいというふうに思っております。 はい、ということでですね今日は2約2時間というですね、長時間にわたりましてここまでご参加いただきましてありがとうございました。